へいよー、明けのつめし、どっさい今日もねくらってくんですけども、今日はですね、まあ、ブラスターね、皆さん思ったと思うんですけど、守りが硬いデッキと相性がいいよねって話になってるので、遅延スケラ、と、相性がいいんじゃないかと思っている方いると思うので、今日はそれをね、試していこうかなと思います。ということで、まあ、スケラもね、無事15レベルになったことですし、まあ、ちょっと遅延スケラをね、足しなんでいこうかなと思います。ということで、やっていきましょう。まあ、ベビドラがいるもんでな、その、ベビドラで結構小物は処理できるんじゃねえかっていう考えにはなってんだけど、墓石とまずね、タルババを間違えていくプレイングから始めていきます。ウッドヤギゴブか。まあ、なんか、ウォールブレーカーっぽくね。もうスケラぶち込むか。いっちゃおう。変にベビドラ緊急度されても嫌だしな。ポイズンも。オッケーオッケー。めっちゃポイズンはヒットしてる。まあ、樽でいっか、これ。樽で受けてあげて。まあ、これはブラスターが受けてくれるでしょ、全部。まあ、一応、母性いいとくか。ああ、そっち当たんのか。まあでもこれは、スケで、受けれるよね。まあ一発入るな。いや、なんならもっと入る。まあいいや。ギガっぽいか。まあでもリトプリ強いだろう、これ。ケツリトプリ。ポイズン打ってくれるっしょ。でも、打ったら最後じゃね？打ったらさ、これどうすんだろう。まあ、スケラーぶっ込んで、トルネになるかな。ウッドからのナイト。はいはいはい。これベビー入るか。まあ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 、これキング起動してーなー。ディガーを。まあまあ、リトプリでまず受ける。ポイズン来る。一応、タルも転がしてくか。まあ、ポイズンだな。ベビードラ。まあ、まだ大丈夫か。進化ナイト出してあげて。まあ、リトプリ逆行こっか、一旦、ここは。いいよ。これもうスケラ打つだけで相手嫌だと思うんだよね。これはポイズンまで打ってあげて。棒っぽいからの、これはナイトをベビドラで入れたかったけど、ダメでした。まずい。ちょっとまずい。まあ、タル。いやー、でも打ち込むしかないもんね、これ。まあ、一応、墓石後ろからの、ポイズンで、削りはするけど、ダメージ、タワーの HP がやばい。ああ、なるほどね。逆サイか。これ逆サイってもいいな。うん。まあ、これでもいいな。ダメージは入るから。いや、オッケー。めっちゃいた、めっちゃいた、めっちゃいた、めっちゃいた。バグってる、やっぱスキラ。リトプリある。トルネ使う。ナイト出す。使えないっしょ。OK。トルネ使って。OK、OK、OK。勝った、勝った、勝った、勝った。まあ、なんかやっぱ防衛強いよね。ディガーとか速度にしてもだし。
うん、OK。中間地で、まあこういうデッキに対しても、まあブラスターで勝てるんだったら、結構熱いんじゃねえのっていう話になってくるよね。さあ、続いていきましょう。まあ結局、進化ないと強えかんな。進化バルキリーのスキフリもすごい好きだったんだけど、進化ナイトでしたね。てかみんな共通テストお疲れ様。まだやってるのかな、ごめん、俺。めっちゃ、その、新しい制度になってから疎いんだけどさ。お疲れ様ですよ、本当に。まあ結構ね、動画のコメントにも、今年受験でとかっていうね、コメントとかもあって、存じておりますよ、みんなの活躍を。メガナイトか、まあリトプリは刺さるけど、やっぱコウモリだよね。コウモリ事故を減らしたい。メガナイト短期で来るんだったら美味しい。スキルもちゃんと使ってあげて。うわ、強いなこれ。これさ、いると思う？マザネク。答えはイナ。縦線か。まあでも、スキル入ってるし、いいな。前目のやつらがずっと当たってるわ。しかもたまに入る。まあ、墓石と樽で受けようか、これ。これね、多分リトプリじゃねえわ。ブラスターがね、そう抑えてくれるんよ。で、これは2発入っちゃうけど、まあ、ナイトを出すよりかはいいかな。やっぱ真ん中寄せで、ラムとかホグとかさ、強いよね、抑えんの。ジャイとかもだけど。それが非常にいい。これ、進化ないと回しとこうか。ポイズンだな。ポイズン打ってあげて、ライトニングなのかな。めっちゃライトニングに酔うよね。ベビドラ高めでトルネも視野に入れて、そうだよね、オッケー、守ってあげて、これはまた後ろからポイズン打って、オッケーオッケー。まあこれライトニング打量が美味しいまであるな。ちゃんとナイトスキルいっちゃおう。ごめん、俺の充電です、これ。オッケー、これポイズンだな。いやー、いいポイズン、いいポイズン。これベビーが入りそう。ガーディアン出せなかったら。オッケーオッケーオッケー、ちょっと入る。いいですよ。リトプリー、どうしよっかな。これベビー出して。いやー、これナイトスキルかぶせてもいいな。かぶせましょう。かぶせて、コウモリかな？であれば、であればですよ。これで押さえて、いや、これで押さえれるのがね、マジで強えわ。ベビー出す、進化ナイト、トルネード、で、ライトニングかな？いや、このブラスター見てください。やばすぎでしょ。よろしく。強いんですよ。で、これも多分もうブラスターで共有できるんで。ワンチャン完封しない？怪しいところではあったけど。まあ、こういうね、相手にマジでブラスターが強い。で、今のとかもうね、典型的な感じだったよね。まあ、ナイトで真ん中休まるし、まあ、墓石とかで寄せながらみたいなこともあるし。そう、やっぱ、めっちゃシナジーやります。はい。シナジーが俺の最近の口癖なんですよね。シナジーっていい言葉だよな。なんかちょっとこう、賢く見えちゃったりしてね。シナジーで。言うてますけど。まあ、ないとね、ケツ出し、ちょっと嫌なんだよね、最初。これクロスだったら、はやばい。入るか？これ入んないの幸せだよね。
今墓石出すか超悩んだ。これペッカ工場か。あ、じゃあスキル使っとこう。ペッカ工場だったら守り意識でいいな。キング軌道狙ってもいいけど、すごい小物で攻めてきた。これはこうでしょう。撃つよね。いや強いんだよこれが。工場が、はい、これさ、ガゴキってさ、スケがちょっとだるそうだね。うん、オッケーオッケー。これポイズン切ってくれるのはめっちゃ美味しい。いやー、この U のどうしようかなー。まあ、許容しますか。オッケーオッケーオッケー。アーチャーとガゴでしょ。近畿できるかな。無理だな。これでいきましょう。ザップ打たれてもだしな。あーちゃー、まあ許容しよっか。これね、ガゴがシャリにならんぐらい入るんで。これでダメージ狙っていきつつ、うん、まあ、ないとこっちかな。ファイボーとかで読まれる可能性がワンチャンぐらいか。墓石ポイズン打ってあげて、オッケー、ブラスで守れる。いやこれ強いよなマジで。勝ちだ、何しても勝ちも。いやー強いですねブラスター。やっぱりなんかこういう相手にもめちゃめちゃ刺さるね。こういうグッドゲームですわ。いや、遅延スケがブラストはやっぱ強えな。な、まあ、アイビズでも、リトプリでもいいかなと思うんだけど、まあ、個人的にはリトプリかな。やっぱね、リクー出せんのが強えわ。そう、アイビズの方が遅延とかもあると思うかもしれないけど、ファイボ耐えるんだよね。なんか、サンコスでファイボ耐える時点でもうなんかリトプリな感じするよね。陸受けにもなるから、そのラムとか結構ノックバックがないから、普通の遅延スケラだと。それもリトプリのねスキルでこう持っていけるのはちょっと強い。さあザッピーはシンエタローフホグかマザネク。ちょっとシャバいね。トルネで守ってあげて、まあトリトンかな。相手はファイボだったら使おう。タルババー、オッケー。マザネク来ましたね。スキキンロイ、これ勝ったら本物ちゃう。これ勝ったらめっちゃ強いよね。とりあえずナイトを育ててって。トリトンか。ああ、こうかな。ブラスター？オッケー。結構抑えた。ベビーが強いこれ。まずねくださんでけん。オッケー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 。いや、ロイジャーに対してものブラスターでちょっと抑えていける気がする。さてと、タル切って
次進化類なんだよな。まあリトプギルから逆サイロイも抑えられて、うん、てかファイボタルだから多分リトプギきついんよね相手。オッケー、決め打ちして、うん、押さえれてる。オッケー、ブラスターがちょっと強い。これも入るのしゃあないにしてもちょっと痛いか。どうしようかな。それ熱いな。いやーマザネクもあるんか。どっち来るかな。そっちか。ちょっとこれリトプリに託して、これでトルネで引っ張ってからリトプリ。ダメージは通ってる。守るだけ。え、これ勝ったのさダメじゃね？これ勝ったの熱いよね。じゃあもう全部に勝てるやん中間地で。まあなんかマザネク相手もね、なんかスケルってポイズンでカウンターさえ防げばって感じだけど、とにかくロイジャイのダメージがブラスターのおかげで入んない場面が多かったので、そう耐えたね。強いね。で俺最近さ、ごめんちょっとだけ言っていいかな、クラロはちょっと上手くなった気がするんだよね。ハネハネ来た、よろしく。まあ、ハネハネがね、まだクラロやってて嬉しいみたいなコメントね結構来てたからね。俺もハネハネに会えて嬉しいよ。さあキョスケ、さあ後ろがないとから行こうかな。キョスケコウモリってことはまあスケラっぽいよね、なんとなく。バレるか。ちゃんとリトプリも使ってますよと。まあ、ケツリトプリ。これガーディアンで抑えよう。オッケー。いやー、マザネク入れてるイメージじゃないんだけどさ。わかんねえ。いかんせんデッキがわからん。はいはい、ゴブリン、ボンバー。まあスケラっぽいよね。なんかこんなようなスケラ持ってたような気がする。ハネハネでもね、キョスケはねブラスターで持っていけるからね。でコウモリも飛びのあるっしょ。おー、なるほど、ライトニングか。まあ、これも抑えられる。これスケラいきましょう。あー縦線か、ポイズン打つか。ちゃんと、いやオッケー、これナイトが、ナイトのダメージが入る。オッケー。なんかちょっと遅延スケがきつそうやな。はねはね。きつそうな顔してる。ライトニングだもんね。ライトニングボンバーか。うん、きつそう。
縦線いるとはいえだね。ちょ、ライトニングってロイジャイかこれ。ロイジャイの可能性があるな。コウモリね、それね、嫌なんすよ。分かってますね、さすが。適応が早い。キョスケはリトプリで一応ライトニング飛ばされるんだけど、やねー、クソ入ってるわダメージ。ただ俺の攻めも入ってる。はい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 。うわー、ライトニングで削られるのやだなー。やだなぁ。はいはいはい、まあライトニング削りあるよね。さあ耐えた。負けたかこれ。ライトニングだもんな。てかバレグだったそういや。いやー、これグッドゲームだなー。勝てねえなー。ちょっと待って、どうしよう。ダメ？ダメ？ライトニングいけないだね、これね。実は。あれ？けんないじゃない。ああ、ジジイです。これはねー、ちょっと細かい攻めやられちゃったなー。なるほど。ということで、ハネハネは元気にしました。元気な顔が見えてよかったです。相変わらずすごいデッキ使ってたね。よろしく。やられた。なんかね、スケラー打ってポイズンまで打てるかどうか迷ったけど、カウンターがバチコリいかれちゃった。ブラスターだとね、ちょっとああいうところか、ああいうところでちょっと逆サイドの細かいのとか、両サイド来られると渋いね。バレルめっちゃ透けてた。ああ。終わった。これずるくね？なんかずるいよね。防ぎようがなかったもん、今取りなったかもだけど。そっちの迫撃なんかいって。これ処刑対象か。いやもうなんか、どうやって勝つんだこれ。進化ナイトベビーで勝つ？いや無理だな。だって橋も当たってこないぜ相手。迫撃に持ってもあとロケット撃つだけで勝ちじゃない？どうやって攻めようかな。ウッド切ったからちょっと攻めたい気持ちはある。なんで切れてんのかわかんないもんな。いや無理だ、勝てねえ。まあここの迫撃カウンターを潰すぐらいワンチャン。ちゃんと読んでるわ。渋みだな。なんとか対応はするものの、まあ、ポイズン削りいってもなぁだし、うわぁ、終わった。終わったよぉ。あ、GG です。ちょっとラストやって終わりましょうか、これは。これはね、俺ね、許せないと思ってて、なんかだって、迫撃をさ、ベビーで受けたらもう負けみたいなさ、そんなことある？トルネ打たれて、一応トルネを手前に打ち返せばいいんだけど、俺の手札にトルネがあったかどうかは内緒にしといてくださいね、皆さんね。あの逆にトルネあったじゃんとかね、あの思ってもね、内緒にしといてくださいね。ぼーっとしてたんで。
羽羽デッキ超もろくないこれ。すご。進化コウモリに価値を見出してるわけか。進化コウモリおもろいよな。俺も好きなカードではあるんだけど、なかなかね、やっぱりトルネとかで飛んじゃうからさ。微妙なとこではあるが、サディが。ギガインドラか。メガナイトコカツかな。ラバか。いや、ラバやばいな。一応ポイズン打っても多分ブラスターの火力でなんとか なるな。でまあそれも2発で終わる。 OK。 ザップ切ってくれた。まあ前ないといいや。どうせ空来るにしても陸来るにしても、あースケガケアね。いやここのインドラをね倒せれば熱いんだよ。来るかな。そういう感じか。手前持ってきちゃうか。どうだろう、微妙か。うわー、竹そっちか。いやこれはちゃんと捨てた方がいいな。オッケーオッケーオッケー。スケドラの背後機も入ってないからセーフ。まあ、トレードですよね。これちゃんとここ届くようになったの嬉しい。俺は本当に嬉しい。ちょっとねこれね渋いね。うわー、ちゃんとそこぶっこ抜かれちゃった。守れる？守れてはいるけどお先真っ暗です。いやーん、リトプリー型だったら多分勝てるんだろうな。遅延スケラこいつが呪文耐性あるからけど、なんかもうきついよ。インドラが、インドゥーラがきつい。側でちょっとまだワンチャンのかな。諦めなければありそうな顔はしてる。ジュワ、ダメだ、おしまいです。はい、すいません、途中から毎回動画の最後の白くちゃなっちゃって、そう、前半の勢いどこに行ったんだって話になったんですけど、今日は古き友と会えたのが良かったです。まあマザネクに勝ってるからね、うん、全然いいんすよ。ということで、ぜひねブラスターチェーンスケラー、まあ少々短所ありますが、割とねブラスターシナジーの中ではかなりあった方かなと思うので、ぜひ使ってみてください。以上、あずみしばいばい、またねー。